でやっぱり、あ、痛い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 、スタンガン、ダウンした。こっち小回りが効くぞ。もうなんだよ、あと1回か。あと行くぞ。お、ナックルガンじゃん、ショットガンじゃないじゃん。ほらっと、だーい。うえー、8万点。てかさ、すごいな。どうもー、ライスゲームズのライスでーす。ではね、激闘編続きやっていきたいと思いまーす。さっさでー、次どこ行くんだっけ。やっぱ超久々やわ。超久々やわ。さあ行くぜ行くぜ。右かな。あ、そうだ、トロフィー、そうだね。トロフィーはね、一応ね、縛ってないからね。そうだったな。トロフィー今のところ全部取ってるんだけどね。まあいいよな、別に。おっと、ここは6体いるのか。いや、またあったね。元気印のゴマの娘、カリンだよ。あんた、ユリちゃんとも知り合いなんだってね。話は聞いてるよ。さて、このコテージのバトルはパーツ取り上げバトルだよ。詳しい話はもういらないよね。はいはいはい。全員近距離専用のカスタマイズなんだよ。うわー、マジかよ。はい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 。あー、ホークマンね。ホークマン絶対ショットガンだから。ショットガン？フレームガン？まだまだ君の知らないすごいカスタマイズや戦力を持ったコマンダーがいるのだ。今からそれを見せてやるぞ。さあ、準備がいいかな？はーい。さあ行くぞー。というところでね、まあ今回も、またまた、もうサイコラ振ってまーす。11の1、ランス。1の6。1、2、3、4、5、6。6ないんだって。あ、違った。1の6だった。1の6、1の4。1の4、パーティガルガンか。1の4か。5の1。1、2、3、4、1、2、3、4、5の、5の1。アクロバットボム。来たー、アクロバットボム。大丈夫よね。今度は、お前我慢ちゃんとあるよね。我慢がないと思う。自分のボムで脱落するからな。6の2。1、2、3、4、5、6の2。オッケー。で、1の5。1、2、3、4、5。 OK。 スタンピン、これ、あ、早いやつか。早いやつとパーティカルガンな。 OKOKOK。 スピア、前回使ったっけ。スピアだっけ。誰のやつか全然分からんけど、まあいいや。3ノックダウンのなんだっけ、意表パーツなしか。で、ランダム縛りね。 OKOKOK。 ちゃんと思い出さないな、失敗するから。ダウンしようかな。ダウンか。はい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 。はいはい。お、アクロバットな。アクロバット自分に打つやつだよな。で、やっぱい。オッケー。で、やっぱい。あ、痛い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 。スタンガン。ダウンした。1回目。ほらっと。ま、バカ。よし。ほら。あーっと、まだや。まだまだ。ここだ。何？あ、やべ、2回目。やばいよこれ。アクロバットボム。あっと、こいつスタンガンって、スタンガン超強いやつじゃん。ほらこれだ。ほらほらほら、なんだそのポットは、なんだそのポットは。ポット初めて使ったぞ。相手に向かってポット打つ。あっと、あっといい、いいぞ。いいね、アクロバット。アクロバットは今回こういう風に使うんだよ。ほら、あ、待って、こうやってやってね、飛ばずにいけるという。すごい強いんだけど、前回のねキャラクターはね、ちょっとね、自分の打ったボムで、ダウンしちゃうという最悪な感じだったからね。終わった。次はね、毛ほども相手に、ね、チャンスを与えずね、あの120分経つ前にぶっ殺す。ほらほら、あ、これでだって100食らうんだぞ、ほぼ。ほらほらほら、めっちゃ近づくな、こいつ。ほらほらほら、はいはい、おい、おっと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 、いおっと、いは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 い、はい、しゃい、無理無理無理、俺に勝とうなんぞ、てめえは。はいはいはいと、オッケー。
あ、やばい、ふー、一発かけた。まあ、食らっただけだけど全然問題ないけど、なんかノーダメージ縛りのなんか癖がついてるな。あー、やめて。あー、クソ、一回あ、強っ。ほら、あ、やめて。あー、やばい、二回、やばやばいぞ、あと一回。あー、スリーノックダウン制普通にやった。あ、やばい、やべ、下手になってんな。スプラトゥーンやりすぎたかな。スプラトゥーンするとな、 3D 酔いするからな。だがそんなの関係ない。打ちまくったら勝てるじゃん。打ちまくったら勝てるよ。ほら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 、あ、やばい。うわ、こいつマジでさ、ほらこっち小回りが効くんぞ。あーあーあああ、もうなんだよ、あと1回か。もう強えし、こいつ普通に。あー、くさくんな、くんな、ガンガンガン、くんな、あ、避けんな、あ、バカ、もうバカなの。あ、無理、もう2対1。待って、開始早々強えんだけど、こいつマジで、マジ強えんだけど、おい、マジかよ。あ、マジ強えんだよ。あ、マジで強えよ。おい、ふざけんなよ。これ A 連打できる。ほらほら、オッケー、さあ来い、ここ、はいはい、ほい、よし、ここで全力で逃げる。ほら、よいしょ、パッパッパッ、来んなよこいつ。ほらほら、オッケーオッケー。ボムが弱えんだよ、ボムが。ちょっとも弱いし、ボムも弱いし、最悪やな、ほら。ほらほらほら。ほら、やしめ、お前。こっち来んね。あーいや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 、もう嫌だ。せめて、うわ、くそ、もう2回か、早いな。せめてこっちのさ、アタックがさ、強かったらなんとでもなったんやけど。アタック弱いし、こいつマジで。誰こいつ使われてたよ、バカじゃねえの。そう、マジで。しっ、しっ。あー、くんな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 、ほらほらほら、うわー、くんなって。よし、オッケー、ほら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 、さあ来い、ほらほらほら、オッケー、やっと倒した。なんかもうこれパーティーガルガンってね、接近戦に弱いんだよな。おっ、スタンガン、やった、スタンガン盲点入った。君ならカスタムロボを極めることができるかもしれない。なんやこいつは、最近調子がいいんだ、いいバトルができると思うよ。さあ準備はいい？準備いいよ。さあ勝負だー。ということで、なんだこのおっさんは、少年って書いてあるおっさんやないかい。ということで、7 1 2 3 4 5 6 7、7の1パロット、なんだよこいつ。これは1 2 3 4 の3 3ない6。あ、ドリルガン、いいね、いいじゃないか。6の5 1 2 3 4 5 5の6、オッケー、ダブルマイン、いやー、ダブルマインか、設置するやつだな。1 2 3 4の4 4ない、1、あー、なんだこれ、タイピングポット、まあいいや。2の5、えい、こいつ2の5ってないんじゃなかったっけ。2の4じゃんこれ。あー、ダイス振ります。これか、はいはい、じゃあ2の2、クイックジャンプ、クイックジャンプってなんだっけ。ジャンプ後に落ちるスピードが速くなり、あー、なるほどね、クイックだな、クイック、クイック、クイック。でもね、このね、キャラクターはね、足が速いキャラクターだからな、あんまり関係ないんだよ。さあ行くぜー、おい、さあ来い、うわ、これは俺の、ほらほら、オッケー。で、相手は空中、空中が得意なやつ。ここドリルガンや、お前もドリルガンか、お前も。パクんなや、俺がパクったんか。相手決まってるからな。ほらーっと。あー、一回ダウンした。あ、そっか。俺のキャラクターあれか。ダウンしやすいやつや。忘れたぜ。よーしょ。よーしょ、小刻みに。小刻
刻みにこうグッと仕上がって、ほらほらオッケー、えい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 、ほら何こいつ、みんなスカイポットスインバイン、アタックアタック、オッケー、まだ1回しかダウンしないよね。はい、さあ行こう、ほらほらスインバイン、スインバイン、スインバイン、スパイキング、スパイスパイ、やっちゃった自分で何て言ってるか分かんない、おっしゃおっしゃい、決まった、今回楽勝だったな。やっぱね、俺接近戦が得意だからね、接近戦はね、接近戦の武器が来たらもう速攻で終わるから、あ、速攻瞬殺、うー無強調子は良かったんだけど、おーはい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 、おっ、いや、ショットガンのやつだな、久しぶりだなライス君、ゴライアスの事件では大活躍だったらしいの、聞いてるぞ聞いてるぞ、最近偽物まで現れてるんだって、それだけ君も有名になったってことだな、うはっは、さてぼちぼちバトル時かな、わしのバトルバわしのボトル、わしのボトルじゃねえよ、もうボトルでいいよ、お前の名前はボトルでいいよ、ボトルは相変わらずホークマン、わしが使うのにホークとはこれはいかに、はい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 、もう聞いた、そのギャグ聞いた、そのギャグ本編で聞いたわ。さて行くぞ。お、ナックルガンじゃん。ショットガンじゃないじゃん。はい。7の5。1、2、3、4、5、6、7の5。ディッキー。ね、こいつ。うわー、また我慢が1。マジでさ。やめてよ、アクロバットとか。1、2、3、4の1。ニードルガンか。弱そうだな。1、2、3、4の6。ミレイボム、なんだこれ、2回続けて爆発、あ、これ結構強いやつ、やったぜ、6の3、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、OK、6の3、5、3だけど、これしかないっていいや、1の3、はい、グランドアウトだ、ジャンプ系か、こいつ足系だからね、足のレッグが来てほしいな、けどまあしょうがない、よし、行くぜ。さあ来い、さあ来い、ほんと来い、よし、なんだっけ武器、ニードルガンか、ニードルガンやったらいいわ、あ、適当にやったら勝てるわ、ほらほら、うぅー倒した、あと2回ちょっと油断したわ、ほら、あ、やべえ、あと1回、やば、あ、これやばいかも、しかも足遅いし、足遅えじゃねえかよ、あ、これやばいぞ、あ、やばい、あ、これ難しいかも、あのね、我慢強いのがね、来たらね、ほんとこの縛りはね、くっそ楽なんだけど、我慢弱いやつが来るとね、ほんときついんだよね、しかもこんなね、足のちょっと速いか遅いかわからんようなやつはね、困るんだよな、ほら、お前にはボムを食うよ、こいつアタックなんてうまいな、アタックみたいな見れる時間がないんだよ、時間がないっていうか余裕がないよ、ほら貴様にボムをやろう、このボムはマジ強いからな、ほら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 っと、ほい、あのデブの時はなマジで苦戦したからな、本当に苦戦したからな、一番苦戦したからな、もう回想そう強いんじゃねえかっていうぐらい苦戦したから、やっぱりね、V レーザーが相手でこっちが足速いやつとかだったら、やっぱ勝てないんだよな、どうしても。お、これあれだな。パフト勝ちできるんや。いいね、いい感じ、いい感じ。いい感じ、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 くっそ、一発勝っちゃった。うわ、まあいい。ほらっとー、うわーい待って、待って、よしよしよし、オッケーオッケー。さあ、来いや。あ、やばい、くっそー、あと一発、きつ、あと60秒もあるじゃん、やめてやめて、あと60秒もある、あと1回しか受けれない、くっそ、ダメージは全然食らってないのに、くっそくっそくっそ、よしよしよし、2回だな、2回あいつ当たったらダウンしやすくなる、ほらほらほら、ダウンした、ダウンした、いいねいいね、刻むか、刻め俺の名を、わーい子供が駆け回るようなそんな感じの走り方だな、こいつ、おいおい、
はい、一発。はい、ダンスよかったよ。おかや、おかや、おかや、おーら。やばい。はい、あと19秒。18、10秒。あー、ちょ、待って。あ、なんだよ、意味わからん。何に当たった、もう、いや、わかるけど。あ、博士のさ、もう、毎回毎回のギャグというか説明がクソめんどくせえ、マジで。もう、ほんとダメだよ。説明なし、説明いらん。お前は、くれ。待って、あぶねえ。あの、ストレートフォームがうざいんだけど、マジで。ほら。ストレートフォームかなんか知らんけどさ、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。下巻くからね。おら、おら、おら、いっしょい。おやー。おやー。おやー。オッケー。よいぞ。ええや。ええことや。ええや。ええんや。よいぞ。いいぞ。よいぞ。おらっと。わー、待て。オッケー。一発食らっちゃいけない、一発も食らっちゃいけない、一発も食らっちゃいけないっていう感じで思えばこの縛りは簡単なんだ。そうだ、食らってもいいとか思ってはいけないんだ。そう、俺は赤木みたいに勝てばいいんだ。赤木みたいにな、赤木みたいにな。ほら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 、赤木を知らない人は多いから、逆に。え、 YouTube でな、 YouTube で赤木がね、あの1話からな、全話見れるからな、あのみんな見てほしいな。ちょ、麻雀知らん人もね、ちょっと見てほしい。あれはかっこいい。どれくらいかっこいいかって言ったらね、俺はそうだな、ゲームで言ったら、あ、ポケモンで言ったらな、あれだな、四天王をノーダメージで全て勝つぐらいね、それぐらいのレベルで、ね、すごい、すごい、すごいかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。かっこよすぎる。わーい、やったい、やっぱバカが。やっぱ強い主人公っていいよね。最近、わーっと、わー、わーわーしか言ってない。最近少女戦記見たんだけど、全話見たんだけど、面白かったー。やっぱ主人公続いて最高ー。いいねー。やっぱね、主人公は強いアニメとかが、アニメ漫画とかがね、やっぱ人気になりやすいかな。うえー !8 万点てかさ、すごいな。100点取った時のストックはすごいな。うふぅー、やるな。実は結構気合い入れて臨んだのだが、ライス君。新たなバトルというものは、ライバルというものは、いつ、何時悪いか分からんぞ。これからも気を抜くことなく頑張るんじゃぞ。はい。では、今回はここまでにしたいと思います。まあ、意外と死んじゃったから時間かかったので、今回はここまでにしたいと思います。ではね、次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。